渡辺さん、今できた。ギーチョさん、これアンダーハンドじゃないですよね。サイドスローですね。サイドスローですね。渡辺サイドスロー来た。フレーム。自分でも探ってる感じだ、ね。サイドスロー。サイドスローでもなかなかのコントロールを取っています。脇田和久投手。アンダーのところからではなくサイドスローで中田がグレーン直線に。中田裕太大忙し。あと5球です。高崎裕太投手しかフレームを助けていない時間帯もありました。当たり前と走ってきたこのライブサンクスフェスタです。はい、3枚抜かれている状態です。エラーをこぼれる秋田和久投手がアンダーハンドで投げた。コースがね、浮き上がれたっていうのは中村さんもやっぱり秋田和久投手の持ち味の一つですよね。しっかりと投げ込んできました。誰か、おかなり銀次郎さんが上からでしたか。そうですね、スリークォーターぐらいまで行ってるかもしれませんね。残り100投げた、上から行った。高めに行きました。残り2球です。いつもとは違う投げ方。増田和久スリークォーターハンドでストライクに行きましたが、スルーです。ラスト1球、牧田さんのピッチングご覧になっていかがでしたか。はい、